こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は生後3ヶ月ぐらいまでの月齢の低い赤ちゃんの母乳育児成功に向けてのコツについてお話ししたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。1人目の時に母乳育児をしたくて頑張っていたのですが、 2,3 時間経たずに頻繁にあげると母乳が作られるのが間に合わなくって全然たまらないし、お腹いっぱいにもならないからやめてねという指導を受けていました。 2,3 時間は絶対に空けておっぱいに母乳がたまって張ってくるのを待ってねと言われたのですが、2,3 時間経つ前に赤ちゃんはお腹が空いたと泣くことが多く、2週間検診と1ヶ月検診ともに体重の増えが悪いから母乳よりミルクをあげてという指導を受け、ミルクよりの混合になりました。もちろん私の母乳育児の努力不足もあると思います。他の産院で出産した姉や友人は時間に関係なく欲しがったらあげてねと指導を受けていたらしく、1時間しか経ってなくても母乳をあげていて正直羨ましかったです。母乳育児を諦めたくなかったので、生後3ヶ月の頃に助産院の母乳指導を受けに行きましたが、今からいくら吸わせてももう母乳量が増えるのは難しいと言われて、みんなができているのに私は母乳育児ができなかったということが悲しくて、ストレスで母乳が全く出なくなってしまいました。ミルクが嫌っていうわけではないんですが、産後の母乳指導であなたのおっぱいはいっぱい出てるから看護は楽勝よと言われていただけに、私のやり方が合っていたら完全ミルクになることはなかったんやろうなって思うと本当に悔しいです。今2人目妊娠中なので、2人目は1人目よりも母乳育児を頑張りたい。1人目の時私はどうしたらよかったんでしょうか、教えていただけると嬉しいですということですね。ねえ、なんでしょうねこの指導、こんな指導をしている産院が未だにあるんかということにびっくりしましたね。 2,3 時間経ってから、おっぱいに母乳がたまるのを待ってから溜めたやつを飲まさなあかんと、で送信費溜めたやつを飲まさへんかったら赤ちゃんもお腹いっぱいにならへんから、授乳間隔は絶対に2時間から3時間は空けて張ってくるのを待ってから飲ましてねっていう指導ね。こんなん25年前の指導ですよね。もうこれ運が悪かったなね。お友達とかお姉ちゃん、は時間関係なく欲しがったらどんどんおっぱいあげてねって言われて1時間ごとに授乳しとったっていうことやけど、これが正解です。今2人目妊娠中やっていうことやからね、次同じ病院なんかな、またそんなん言われるかもしれない。今覚えておきましょうね。おっぱいはとにかくママ主導ではありません。すべて赤ちゃん主導でいきます。赤ちゃんが欲しがったら、さっき15分前にあげていたとしても赤ちゃんが欲しがってる素振りをしたらまた吸わせましょう。何回でも吸わせましょう。はい、1日15回20回授乳してもらっても全然構いません。でお腹いっぱいになるっていうのも、新生児から3ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんの胃の容量ってこんなんですよ。ちょっとしか入らないのよ。こんなちょっとしか入らへん胃の中にね、満腹になるまでの1回量のその母乳とかミルクをガーって入れるのって厳しいんですよ。で母乳っていうのはミルクと違って哺乳瓶と違って、哺乳瓶は言ってもね、チュチュチュって吸ったら瓶の中にこう陰圧ができて、あとはね待ってたら自動的に口の中にウェーって流れてくるんですよ。来るから来たやつをただ飲み込むだけ、吸ってないんですよねあれね、口動いてるだけみたいな、めっちゃ楽に飲めるんですよね。ですけど母乳っていうのはそれなりに赤ちゃんがこう出てこい出てこい今吸うてんで出てこいママの体反応しろっていう吸い方をしてくれて初めて、母体っていうのはオキシトシン反射って言って、あ今吸われてますよ、母乳作ってその母乳を流してみたいなホルモンが働くのね。射乳反射って言っておっぱいがこう流れていって赤ちゃんの口の中にバーって流れてくるっていう反射が起きるんだけど、タイムロスがあるんですよ。赤ちゃんが吸い始めて早い人数秒でその反射来るんやけど、遅い人はね 1,2 分かかるのね。それぐらいまで頑張って吸ってくれることでおっぱいを反応してくれるようになってくる。オキシトシン反射、射乳反射っていうそこのスイッチを入れるために、とにかく生まれてから3ヶ月までは何回も何回も何回も
しつこく吸わすことで母体のその反射を起こさせる母乳を作って出すっていう、その反射を円滑に生かすためのそのスイッチを入れていって、それを軌道に乗せるんです。1回に飲める量は少なくてもいいんです。でも月齢で言うと、例えば1ヶ月半の赤ちゃんやったら、完全ミルクやったら1回のミルク量ってだいたい 100cc なんですよね。100cc の母乳を1回に飲もうと思ったら、よっぽど分泌が良くって、もうその射乳反射がすぐに来て赤ちゃん溺れるぐらい、もうビャー流れてくる赤ちゃんは1回200とか300とか飲んじゃう子もいるけど、まあ通常そこまでではない、あの普通のおっぱいであればミルクみたいに楽には飲めないですから、じゃあ赤ちゃん頑張ってもらってようやく飲めるから、しっかり飲める前にもう体力切れでもう無理ってなるわけですよ。100cc 飲まなあかん月齢であっても、僕あのおっぱい母乳やったら 40cc しか飲めない回とか普通にあるんですね。でその射乳反射が起きるのだって、一人の同じママが授乳をしてても、時間帯によってその射乳反射が起きる回数も違えば、そこに射乳反射を起こすまでの時間かかる、その時間も変わります。例えば午前中なんかやったらおっぱいよく出るし、ある程度こうね、疲れも、あの夜寝てるから、あの疲れも取れてたりするから射乳反射起きるの早いし、そしたら多分赤ちゃんはぐっと飲めますよね。午前中なんかは、夕方から夜にかけてもママ疲れてくるし、だんだんそんなんもあるから、あの頑張って赤ちゃんが吸ってくれたところで、その射乳反射起きてくるのが遅かったりで、射乳反射起きる回数も1回ポッキリやったりとか少なかったりもする。じゃあ夜はもしかしたら 100cc 必要なところ 20cc しか飲めないかもしれないよね。 100cc 飲めた回と 20cc しか飲めへんかった回、同じ2時間3時間空くかって言ったら空くわけがないじゃないですか。毎回飲む量違うんやから、母体の方も反射の仕方、反応の仕方違うんやから、機械じゃないんやから、ほな毎回違うのに、毎回同じように3時間ごとにお腹が空くわけがないでしょうよ。基本赤ちゃんが欲しがったら、欲しがった時にどんどん上げて、少量ずつを頻回に上げることで、あの1日トータル量を取ってくる赤ちゃんもいれば、中には1日4回しか授乳しないんですよね、1回にガーンガーンガーンと飲めるタイプの赤ちゃんであり、おっぱいの方もそれに対応できるおっぱいの場合もあるわけですよ。あの通常のその出過ぎのおっぱいとかね、あのトラブルが起きちゃって乳頭が痛い、吸わせすぎて乳頭亀裂が起きて傷だらけになって流血して水ぶくれできてもう激痛でみたいなことの時は、その吸わすことで傷が大きくなることがあるから、傷が大きくて痛みが激しい時は搾乳で乗り切ります。あのそこまで我慢できるかなっていうぐらいの痛みの時は、乳輪乳頭を保湿をしてもらって、傷ができているところっていうのはそこをかさぶたを作ってきて、人間の体は乾燥させて治そうとするからね、乾燥している傷ができているところを赤ちゃんがキュッて吸って、キュッて吸ったらかさぶたがピキッて割れるの分かりますか？痛いね。乾燥させてるやつを吸わすと、ね、傷大きくなるからね、ポイントは保湿して柔らかくしておくこと。その保湿すれて柔らかくなっているところを赤ちゃんが加えて吸ったとしても、そのかさぶたはピキっていきにくいでしょ。保湿してるとついなんか拭き取りたくなるんですけどね、赤ちゃんの口に入ったらなーとか思うんやろね。あれ拭き取らないでくださいね。拭き取らずにそのまま授乳をしてほしい。っていうことは赤ちゃんの口の中に入っても大丈夫な保湿剤を使ってほしい。あの無添加であったりとか、お口の中に入っても大丈夫な安全なものを使ってほしいです。バブバブでもあのマシュマロっていうの売ってます。あの赤ちゃんに安全な1本全部の、ま、飲まんといてほしいけど、1本も丸飲みしたとしても別に何も害がないよっていう保湿剤、バブバブでもね、あの無添加のマシュマロ、これね、あの作ってますけどね、こういうタイプの無添加の絶対安全なタイプ の、 あの保湿剤を使ってもらって、それであのおっぱいを保湿して拭き取らずにそのまま授乳っていうのを基本にしてください。あのそこまで痛みがないんやったら、だから1日20回30回授乳しても全然構いませんよ。私計算したらね、1日30回の授乳で計算したらね、あのだいたい48分に1回授乳やねんなってことはもうおっぱい片付ける暇がないよね、ずっと出しっぱですよねだんだん麻痺してきてね、おっぱい出てることね、そのままおっぱい出てることを忘れてね、宅配便来た時にそのままね玄関に出てしまってわーみたいになったことありますけどね、私そういうのは、ね、犯罪になりますからね気をつけてくださいよ。
よ、頻回授乳のママたちはね。あの次2人目が生まれたらね、きっと分泌は良かった、最初はすごい分泌良かったわけやから、あの2時間3時間無理やり開けるんじゃなくて、赤ちゃんが欲しがった時にどん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 吸わすっていうことをやっていたら、うん、間違いなくきっとあのミルクに手を出さなくてよかったんやろうなっていうのはね、実際あの正直思います。私の努力が足りなかったのもあると思いますがって書いてあったけど、それが違うよ。専門家が、助産師が、産院がそうやって3時間開けてねっていう指導したんやもん。いや、あなたは素人じゃないですか。専門家がそうやって指導してきたんやったら、それが正しいんやと思うから、その通りにやるじゃないですか。その結果じゃないですか。これはもう誰が悪いって、産院が悪いよね。そんな どっから持ってきた根拠なんていうメカニズムもはっきりしいひんような指導をママたちにしてしまって、こういう気持ちにさせたっていうことが大問題やと思います。あの助産師もいろいろいてね、あのそういう最先端の母乳育児の知識を持って、ちゃんと知識をバージョンアップさせて、アップデートさせながら指導してくれてる助産師さんももちろんたくさんいらっしゃるんですけども、中にはいつの指導ですねみたいな、30年前ですかいみたいな、昭和やんっていうような、あの古い知識のままでね、あのやってはる助産師さんもいたりするので、何が正しいのかよ、正しいその自分が納得できるエビデンスっていうものを示してくれる、その指導を信じてやっていてほしいなっていうのはあります。産んでから3ヶ月間の間、そこ限定100日ぐらいでやっぱおっぱいの分泌量って決まってくるんですね。100日ぐらいまでは吸わしたら吸わしただけ、その母体がだから今吸われてますよ、はい作って、吸われてるけどもう作りきれへんわってなってきたら、ほんならここにおっぱい作る母乳作る工場の数増やしましょうってなるんですよ。3ヶ月までは第二工場作れみたいなね、工場の数増やせれるんですよ。ほんならそれに適応して吸われたら吸われただけしっかり作るようになってくるよね。100日を超えてくると、そっから頑張ってもあの分泌量が全く増えないっていうことではないんだけど、でも100日までみたいに吸われたからって言って、じゃあ母乳作るのが足りひん、間に合わへんから第二工場作りたいですけど、もう今更作れないんですいません、注文入ったけどよそにお願いしてもらってもいいですかっていう、こっちで対応しきれないっていうようなことが起きてくるの。それがだいたい100日超えて生後4ヶ月以降ぐらいになっちゃうんですね。いかに吸わせていくかっていうところが、やっぱ母乳で育てるのね、うまくいくかいかへんかの、 あの大きなポイントになってくると思いますので、でも分泌量は絶対いいんやと思うし、一人面倒よく出るおっぱいやと思うよって言われてるっていうことは、乳腺の発達とかきっとすごいいいんやと思います。もうとにかく赤ちゃんが欲しがったら欲しがるだけ、15分ごとでも構わないから、次はあのしっかり吸わせていってください。で赤ちゃん寝ちゃったら、そこからまだ飲めっていうのをやっても一緒やからね。もうこんなので寝ちゃったらもうそこでパッとやめる、もう10分とか飲ませれなくても全然いい、 2,3 分で終わっても構わないから、赤ちゃんが寝たらはいやめる、嫌がったらはいやめるっていう感じで、あの短い授乳でいいので、それを1日に頻回にやっていくっていうことをやりましょう。中にはそれをやりすぎると今度出すぎるおっぱいになっちゃう人がいるんですよね。そうなってきた時には、出すぎのおっぱいっていうのもこれすごいしんどいからね、分泌量の調整、赤ちゃんの必要量とお母さんの作る量がええ感じにこうリズムが合ってくれるのが一番いいからね、もう出すぎて張りすぎてしんどいおっぱいの時は片乳授乳っていうのをやってみましょうね。あの片一方のおっぱいをだいたい4時間ぐらい、4時間はこっちばっかり吸わせます。でこっち張らせます。こっちがパンパンになった時点で、4時間経ったら今度こっちに切り替えて、今度の4時間はこっちばっかり吸わせます。ある程度張るっていう状態を作ることで、おっぱいがあ、こんなに作っても作りすぎなんか、もうちょっと減らしていこうかっていうのを学ぶようになるから、張るからって言ってどん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 もう左右交互に吸わしたりとか、張ってんのがしんどいからでガンガンに搾乳しちゃうと、体はあ、もっと必要だ、もっと必要だ、もっと作ってっていう風になっちゃうからね。分泌過多の時は分泌過多のまたあの母乳分泌量のその調整っていうのをやっていかないといけないんで、これはちょっとあの動画まだ違うのであげますけどもね。そんな感じで、とにかく2人目の時は赤ちゃんが欲しがって欲しがっただけあげる。あとは出産の状態によって横断がきつく出ちゃったりとか、お産に時間かかったりとかいう時に、赤ちゃん眠りこけることがあります。赤ちゃんが欲しがったらあげるっていう赤ちゃん主導でやろうと思ってるのに、赤ちゃんが起きない、で気がついたら5時間経っとったみたいなね。あまりにも赤ちゃんが起きない場合は3時間以上は開けない方がいいです。短い分にはどんだけ短くてもいい。でも3時間以上開きそうやったら、すいませんちょっと忘れてますよ言うて起こして吸わすようにしましょう。
ということで、2人目はきっとリベンジでおっぱいでねいけると思いますのでね、楽しみですね。まあミルクも母乳もどっちも言えとこ悪いとこあるし、両方経験できたっていうのはある意味これはもう人生の糧かなというふうに思いますので、前向きに捉えていきましょうね。だけどせっかく出るんやったらね、おっぱいで育てたいなっていう気持ちをママの本心やと思うし、これ本能的なもんやと思いますのでね、それはできたら次はいいなっていうふうに思いますよ。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。